面下所は台湾本島の北東にある島である。中華民国が実効支配する領域の最東端である。火山活動によってできた島である。面下所という名前は、この島には海鳥が多く、船が近づいた時に海鳥が飛び散る様が面下が舞っているように見えたことによる。行政区としては、キールン市中西区に属する。花瓶所、法慶書とともに、 北方三島と呼ばれる。海洋国家公園管理所は、北方三島とその周辺の海域を海洋国家公園とすることを計画している。面箇所面箇所は、東経122度06分、北緯25度29分にある。キールンの北東約4 2トル船で2時間ほどのところにある。島の大きさは、東西が約3 0 0ル 南北が約400メートル、面積は約0.12平方キロメートル、最高地点の標高は海抜64メートルである。面箇所と方形所は位置が近く、形状も似ていることから、漁民が面箇所と方形所を見誤ることも多い。すでに真の時代には人が住んでいた。日本統治時代には林耕採掘区となっていた。面所とキールントの間で、 定期便が運航していた。国民政府の台湾島への戦闘後は、免許所は、軍事完成区域に指定され、無人となった。1996年、キールン市政府は、行政院農業委員会に、島の野生動植物を保護するために、免許所花瓶所野生動物保護区の計画を提出した。免許所は、台湾北部唯一の海鳥繁殖地である。 チンキケウホイク類の黒アジサシとマミジロアジサシが、メンカ所と包茎所で、まだ生存繁殖していると、キールンの漁民は示している。2009年、キールン野鳥学会のメンバーは、ヒンリンゼッシュホイク類のハヤブサが、メンカ所で繁殖していることを発見した。風が強いため、高木の成長には適さない。道東周辺の海域は良好な漁場となっている。ありがとうございます。